皆さんこんにちは。今回は今出てるモッドスキルのガチャどう思いますかっていうコメントが来てたんですけど、僕は引くといいと思いますみたいな、あの小学生みたいな感想文言っていこうかと思います。感想文？感想言っておきます。ちょっと前にさ、あの覚醒ステップアップオーダー引くべき的な動画を出したんですよね。福袋と比べてみたいな。まあなんかさ、 IF 始めたての人はなんかその覚醒スキルの強さがちょっとよくわかんないみたいな人が多くて、まあなんかほんともっと大チュキみたいなもっと大チュキで呪文ねーみたいなわあ、もっとスキル最強大チュキもっと4枚に全部もっとフル装着して、裏セットをもっと4枚フルもっと装着して俺強ぇ、僕が考えた最強の編成みたいなまあそういうこと考える人も世の中にはいるかもしれないんで、なんかね、覚醒オーダーの動画ちょっと需要ないのかもしらんけどね、なんかあんま伸びなかったんで、まあなんかコメントも来てるし、モッドオーダーね結構いいのかなと、始めたての人には受けが受けが、まあなんかね、まあモッドも覚醒もね、っていうか覚醒の方が多めに必要だったりするんですけど、その覚醒ってやっぱ確定枠以外の副産物として来るみたいなさ、そのまあ確定枠で、まあ例えばそのステップ5のさ、この新星音確定とかでさ引いた時に、なんかこういうさ、その自分が狙ってなかったその覚醒スキルも来ることがあるじゃない。だからそういうのでたまたま当たって、なんかたまたま覚醒だったらいいかなみたいな、まあそういう考えです。このねステップ5を引くっていうのもまあ安全でいいんですけどね。まあなんかこのさ SAOIF っていうゲームで、ね、引退っていう形でこうね SAO っていうね、このアインクラッド、フュージョンアインクラッドを攻略していくっていうデスゲームをね早々に脱落していく人もいるから、まあそういう人たちは覚醒の強さを理解する前にやめてしまうんだと思うんですけど、まあとはいえモッドスキルは現環境では主力っていうか、まあ火力を出すために使うっていうのは確かにまあその通りなんで、でまあ福袋の時もやったんですけど、まあ当たりかどうか勝手に判定してみたってやつですね。まあこの判定基準とかごちゃごちゃ気持ち悪い長文で書いてあるんですけど、まあウィキを書いてると思えば別に普通といえば普通なんですけど、まあ気になる方はねちょっとね、どういうことを思ってこういう判定をしたのかみたいな書いてあるんで、まあ読んでもらえればと思います。こういうね記事書いたんで、でこれね当たりかどうか、まあ丸か二重丸しか書いてなくて、まあよくわかんない、うん、微妙とも言えないし、うん、でも外れとも言い難いみたいなのも、まあ全部その×とかも書かないで空白にしました今回は。まあ詳しくはこの記事のリンク貼っておくんで、動画説明欄とかに、まあそれで見てもらえればと思うんですけど、やっぱねこの確定枠の星4ですね、全部ね計算したらこの二重丸が 36% でした。で丸と二重丸どっちも合わせると 61.575% で、まあ6割いいスキルかなって思いました。俺はね、俺の勝手な本当主観的な判断なんですけど、なんか6割で当たりかなって思ったんですが、まあ、これね、この判断は、まあ、例えばこの大海原を滑る覇者キリト、これがあの大当たりスキルとはなっているんですけど、これカオス195で使えるスキルなんですよ、とつやみで。でこれ始めたての人はカオス195とか相当後になってやるものだと思うんで、まあ当たりとは言ってるんですけど、もう使うのは当分先になるんで、いやでも、うん、まあ当たりとしか言えないから、まあ、あの当たりっていう判定にしたんですけど、まあそういうものも含めて約6割って考えてもらえたらいいなと、もらえたらいいなっていうか考えた方がいいと思います。でも確定枠以外で星4が1枚以上出る確率は 72.92%、まあ、これはガチャ確率計算機で、あの32連計算ですね、あの33回回すんですよ、ステップ3まで回すと。で確定枠が1回来るから33連のうち1枠がまあ確定枠だから、まあ、残り32連ですね、確定枠以外は。それが、まあ、星4出るのが 72.92% なんですよ。でこのオーダーはこの収録されている星4のスキルが全部モッドスキルなんですよね。だから星4さえ出たら、
まあ、モッドが当たるということで、で一周するうちに、まあ、モッドスキルが1枚か2枚運良ければ出るかなっていう感じなんですけど、まあ、この丸二重丸判定ちょっと見ていくと、思ったよりこの空白の欄があって、想像以上にスカスカだったなっていうのがあって、まあ、当たりのスキルもいっぱいあるんで十分ね神引きするっていうことはありうるんですけど、なんかピンポイントで狙えない感じなんですよね。このステップ3の確定枠行くとですね、この一つ 1.150% なんですよ。この 1.150% とか 1.1750% とかすげえ少ないように見えるじゃないですか。でもこのステップ3の確定枠のこの 1.150% とか全部足すとちゃんと 100% になるようになってるんですよ。だから、まあ、本当にピンポイントだとこの100回に1回くらいですね、本当にピンポイントだとですけど、まあ、特定の属性に絞ると、まあ、もっと確率は高いんですけど、いいスキル率ですね、確率というか。だからまあ主力となるモッドスキルが欲しい場合はこれなんですけど、まあ、今の環境って、まあ、特に85層以上になると本当に弱点ピンポイントでつかないと属性耐性がきつくて、本当にボスにダメージがなかなか高いダメージが与えられなかったりするんで、85層フロアボスだったら突飛属性とか、91層フロアボスだったらダー性属性とか、100層フロアボスだったら残飛属性とか、まあ、そういうのが欲しいんだったら、てか持ってないとなんかその火力としていけないまではいかないって言いたいけど、いや行くな、うん、まあギリね、85層迷宮区の助動くらいだったら、なんか非属性以外のモッドで来る人もねたまにいるんですけど、やっぱりその理想を求めるとね、その効率とか追求するとやっぱピンポイントで来るみたいな感じで、ほとんどやっぱピンポイント属性持ってる人しか来なくて、まあとにかくそのモッドがあったらなんか回れるなっていう気持ち的な問題なんですけど、あの例えばその覚醒パワーライズ3とか覚醒パワーライズ4とかもさ、やっぱ必須級っていうか本当に持ってた方がいいやつじゃないですか。まあこのゲーシュンオーダーで出てるこういうシリカとか、もうパワーライズ3っていうさ、これ超強力な効果があるって、まあちょっと前の動画で言ったんですけど、まあこういうのあるとねストーリーとかも結構楽だし強いんですけど、でもいくらこれあってもやっぱモッドスキルとかないと、まあ、回れないっていうのもあるし、いやでもそれでもそうだな、こっちの覚醒パワーライズ3の方が優先で引きたいっていうのがあるんで、まあでもそう強さとか関係なく楽しみたいっていう人はやっぱモッドでピンポイント属性当てて、まあ、回るっていう方がいいのかもしれないですけど、俺はこっちのゲーシュンオーダーのもうこのシリカですね、覚醒パワーライズ3、あの覚醒でこのパワーライズ3っていう効果のやつ持ってないんだったら、まあ、これ引いた方がいいです俺的にはね。でこれが1月31日までと、でまあこの動画撮ってる時点でのオーダー開催期間が、まあ招福オーダーとか陰陽オーダーとかが、まあ1ヶ月くらいあるのかな、1月の、まあ、11日とか18日あたりから2月の中旬なんていうの中盤あたりまで、まあ、とにかくね1ヶ月くらいで、まあ迎春は1月、今月か、この動画撮ってる時点だと今月の1月31日までですけど、まあ2月まで結構長めにあるんで、まあもう少し様子見てもいいんですけどね。モッドオーダーは2月4日までですけど、まあでもやっぱね、うん、覚醒パワーライズさんこれあるし、このゲーシュンオーダーはこっちのねダミズのカタデコンもカオスアスラカオス175に使えるし、まあここら辺のなんとかパイルバフってやつね、スタックバフもね結構使えるんで、まあ、特にこれはね非属性のやつなんで100層でももしかしたら使えるかもしれない。まあ俺はまだこれ使ったことないから分かんないんですけど、でそのこれさ、さっきいいスキル率だいたい6割くらいって言ったと思うんですけど、まあこれその6250ジェムなんですよ一周で、それでまあその4割で外れ、まあ4割で外れてすげえ大雑把なんですけど、もう1枚ねあの星4が当たるかもしれないから大雑把なんですけど、まああの確定枠以外で星4が1枚も来ないっていうことは結構あるんですよ、まあ、70% 超えるのにね、確定枠以外で星41枚以上来るの、まあ、2枚来るとしても、まあ、本当にいいやつ来ないこともあると、
で、こっちはね、一周すると、ステップ5で星音、あの、新星音が1枚確定なんで、まあ、これ来なかったとしても、まあ、例えば、こういうリズベット来たりとか、まあ、こういうキリトが来たりとか、まあ、これは、でも、61層フロアボスで使うかもしれないから、まあ、スイッチゲージ増加量が多いっていうのも結構いいし、まあ、両手ありでアクセルなんで、56層クリア報酬ですね、ストーリーのクリア報酬で、縦のアクセルのキズメルがもらえるんですけど、まあ、これ片手武器使うときならいつでも使えるんですよね、縦さえ装備すればなんですけど、だから片手武器ならアクセルはできるんですが、両手武器だと、まあ、アクセルするにはやっぱりオーダーで当てないといけなくなるんで、まあ、そういう点でね、両手ありでアクセルがあるっていうのは、まあ、何かしらにつながるかもしれないんで、まあ、でもこの中だと、まあ、今のところはですけど、あんまり当たりとも言いにくいから、だから大雑把に言うと、このキリとかこのリズベットかシリカで、まあ、75% じゃないですか、3つで 75%、 1つ 25% なんですよ、まあ、4つのうち1つ当たるんで、まあ、25% が4つで 100% なんで、まあ、だからこっちはね、 e スキル率 75% として考えると、まあ、こっち e スキル率 60% ぐらいなんで、なんとなくですけど、まあ、そう考えると、まあ、質的にはなんだろうな、このモッドステップアップオーダーの方がもしかしたらなんか思ったようなスキルじゃなかったみたいなことが多いかもしれないですね。で、まあ、あとはね、この招福オーダーのスキル一枚一枚ちょっと見てなかったんで、あとこっちも見てなかったっけ、陰陽オーダー、あ、これはちょっと見たっけ。まあ、でも陰陽オーダーはね、これステップ3までしかないんで、あの無課金とか始めたての人は結構きついかと思うんですよね。これで当たんなかったらマジできついと思うんで、ステップ3で新星音が来ないことも全然あるんで、まあ、こっちねちょっと見ていきますね。このね、新年運試し勇気、この槍の突闇のモッドスキルなんですけど、まあ、このね、闇属性ダメージ上昇のバフ効果中っていうあの発動条件は結構厳しいんですけど、やはりカオス195のカオスブラッケン周回するなら、まあ、両手ありも一つの選択肢かなって思うんですけど、同じセット内の勇気の枚数かける500攻撃力が上がるんですよ。まあ、だからこの槍の覚醒勇気ですね、この闇属性の鬼バフがついて闇属性ダメージ上昇のバフ効果中満たせるんで、まあ、これ覚醒だしね、すごくいいって、まあ、とある YouTuber さんも言ってましたけど、ピアッシングショット勇気は心眼なんで、あのクリティカル発生率が足りてない時、その敵にクリティカル耐性があって突破できない時ですね、クリティカル耐性を、まあ、これは、まあ、満たすためだけに入れるのかなっていうのもちょっと難しい話ですけど、まあ、あとは他にもね、こういう勇気とかはあるんですが、まあ、こういうのは突闇ピンポイントで弱点のやつですね、突闇以外全部属性耐性ついてるやつとか、そういうやつ以外にやるときにね、入れるのもいいのかなって思いますけど、まあ、これはアスナ1枚以上とかついてるんで、まあ、アスナあったらいいんですけど、あと一応これもね、勇気の枚数かけるとはなってるんで、まあ、ただちょっとね、回復効果がついてるんで少し邪魔ではあるんですけど、勇気の枚数多めにしてアクセルしたらどうなんだろう。いや、でもそんな強くないのかな、よくわかんないですけど。あとはね、突闇の槍といえば、このテュフォンですね、これ何層クリア時のやつだっけな、これ91層ストーリークリアですね、これドルゼルって書いてあるんで、これですね、まあ、これが闇属性ダメージ上昇のバフ効果中って、これ同じ発動条件なんで、まあ、闇属性ダメージ上昇のバフ効果持ってればね、使えるんで、で、あとは63層クリア後にもらえるやつですね、63層クリア時か、ストーリーでもらえるやつ、これが出血状態の敵に対して攻撃力が 30% 上昇ってあるんですけど、まあ、結構槍のモッドとか、まあ、モッド素材とか結構あるんですけど、この出血状態の敵に対してっていうのが結構あって、まあ、このね、バーストパック両手槍で手に入るね、キリトですね、まあ、1000円ぐらい課金しないと手に入んないんですけど、あのアルカナジムで購入するやつじゃないんで、現金でそのまま買うやつだから本当に課金しないと手に入んないやつなんですが、このパック購入のやつですね、まあ、これは本当にね、あのセイローランサーリーファとか、あのタンクやる場合にも本当に必須だなって思えるスキル、まあ、トラブルラビットシリカとか持ってない場合にね、必須なんですけど、
そういうのも入ってるし、まあ、昔リセマラあたりだって言われてた青の追随サチとかも入ってて、このね敵を出血状態にするやつがあるんで、まあなんとか満たせることは満たせると。でなかなか敵を出血にするスキルってなくて、これがすごい貴重なんですよ。まあ他のは一定確率でとか書いてあるやつなんですけど、あとは勇気ではないんですけど、まあ俺が持ってるやつだと、まあ覚醒ではないけどこういう小春でも一応満たせないことはないんですよね、発動条件。まあだからね、その覚醒じゃないスキルを何枚か入れちゃうことになったら嫌だっていうのはあるんで、まあこの同じオーダーに入っているこのアスナですね、これはダークパイルバフっていうのがあるんで、まあ裏セットで片手再建にして、まあこれやるっていうのもいいんですけど、まあこういうイーディスとかもねあるんだけど、これ裏セットで使ってもさ8秒間なんで、まあすぐバフが切れてしまうかなっていうのがあるんですよね。なかなか制限時間が長い闇属性バフってあんまないんだなって思いました。あとはこの両手ありの操る楽しさサチっていうのも、まあ闇属性ダメージ上昇のバフ効果中っていうのがあるんで、まあ、これ持ってる人はまあ一緒に使えるんかなって思いますね。まあ、ただ攻撃力が1000上昇っていうやつだったら1000上がるモッドつければいいんじゃないかってちょっと思ったんですけど、なんか槍のモッド今見てたら1000上昇っていうのがなくて、同じセット内の指定キャラの枚数 ×500 っていうのばっかりなんですよ今見てみたら。あとは500だけ上がるとかね、まあ、代用できるのかなって思ったら思ったほど代用できないのかなっていう感じがあるんで、これがいいのかな。やっぱあとは勇気のアビリティで言うと切れ味抜群勇気とか、まあ、これこの前アニマルオーダーで当たった人は使いやすいと思いますね。まあ、夜空に咲く青バラキリトも闇属性なんで、同じセット内にシノンとか入れてもしかしたら使えるかもしれないんですけど、まあ、ペルソナコラボの時やってた人はこの反逆の絶剣勇気っていうのを手に入れてたら、これ闇属性上昇のあのダークコンバージョンのパワーライズの覚醒のやつなんで、まあ、もしかしたらこれもいいのかなって。でそのさっきの切れ味抜群勇気と一緒に使ってっていうのが強いのかな、強そうに見えますけどね。あとこれこれは覚醒効果延長だけど使うのかな、1秒延長、あれこれラッシュリコレクションスキルレベル1で1秒か、あれ5まで増やしたら5秒になるのかな、これ覚醒レベル5で4秒延長なのかな、これまあちょっとよくわかんないんですけど多分4秒なんかな。これも覚醒時間延長だから強いっていうのもあるし、まあ、あでも HP 半分以下でっていうのだとこれ槍のスキルだから、まあカジババフかけるんだったらいいのかな、その裏セット弓にして。でも HP 半分以下か、まあ、使うのかよくわかんないですけど、これ持ってないんでガチャ爆死しまくってるんで。あとはでもこれグルービーナイト勇気って心眼か、まあ、心眼は覚醒出さないと使えないんですけど、クリティカルダメージだから。まあ、ただこれアドバンストルーパー4で攻撃力400上げるっていうので、まあ、一応覚醒だから入れるっていう人もいそうですけど、このクリダメ上昇のバフ効果中っていうのもね、発動条件満たしてもクリダメが上がるだけなんで、クリティカル出せるんだったら強いんですけどね、このスキルは。まあ、クリティカルダメージ上昇のバフ効果中といえば、この陰陽オーダーの、この突属性で攻撃時に攻撃力が800上昇するやつですね。これが、クリティカルダメージ上昇のバフ効果中っていうのがあるんで、で、なんかこのクリティカルダメージ上昇のバフ効果中ってちょっと引っかかるなって思ったんですけど、まあ、ちょっとね、勘違いしてたところがあって、覚醒のパワーライズ4って、その最大 HP の上昇バフ効果中にデメリットが発動するやつなんですけど、あれクリダメだっけみたいな勘違いしてちょっと調べたんですけど、まぁ、ちょっと違ってたね。まぁ、そのクリティカルが発生しなくてもクリダメ上昇のバフさえ発動すれば、まあ、満たせるといえば満たせるんですけど、まあ、そこにそのソードスキル枠1枠使うかみたいなところがあって、まあ、裏セットにそのクリダメ上昇のバフ入れるかどうかってところなんですけど、これすごくいいですね。突800で戦線維持なんで、突属性で攻撃時に攻撃力が800上昇で、で戦線維持って言って HP 半分以下の時にめっちゃ回復するやつ、まあ、これがね、そのカオスブラッケンもあるのにいいスキルバック入ってるっていうので、まあ、ステップ3なんで本当にね、上級者向けというか、もう本当トッププレイヤーはすごく引くオーダーだと思うんですけど、
まあ、始めたての人はちょっと敬遠したくなるオーダーですね。でもやっぱり始めたての人はこの闇属性ダメージ上昇のバフ効果持ってないときついっていうのがあるんで、ただまあないよりは全然いいし、この効果あるだけで十分強いしね、もっと中身入れればね強いと思うんで、もう属性耐性あるとさ、やっぱピンポイントの属性でしかほぼ効かないとかそういうのがあるんで、ないよりは全然いいんで当たりではあると思いますね。本当に全然当たりですね。あとはこのダークパイルバフ、これもね片手再建でいいんですけど、カオス195のねカオスブラッケン、カオス倒滅戦のやつね、まあ、それはなんか片手再建がいいみたいなこと言われてるんで、まあ、裏セットはね槍にしてこういう船大工リーファとか、まあ、入れるっていうのが強いみたいなのが結構ねツイッターで流れたりしてたんですけど、 あとこれ言ったっけ、これめちゃくちゃ使える、これ覚醒レベル5にすると確か覚醒延長あれ何秒だっけ、これも4秒なんだっけな。まあとにかくねこれね、クリで、まあクリダメはクリティカル耐性ある的には使わない効果が、でもあの新速スイッチっていうのがねかなり回避できるんですよ。あ、回避っていうか、まあ、回避と軽減か、回避とダメージ軽減なんですけど、これがすごい避けられたりして、これめっちゃ使えるスキルなんですよね。これも使えるんですけど、持ってたらね、このさっきの勇気のやつ一緒に使うんだったらね。あとはねこのエギルダヤミなんですけど、まあ、これあの各々モッドの素材強いのないんだったらこれエギル3枚以上っていう効果あるんですけど、やっぱ残り HP 割合かける 50% っていうのも強いし、強いモッド素材ないんだったらこれねステップ5式なんで結構いいと思います。狙い目ですね。まあ、ただこのエギル3枚以上ってやつですね、何気に両手斧モッドのエギルって少ないんですよ実は。まあ、なんか斧ってそのエギルっていうイメージがあるんですけど、まあなんか見てくとねそのエギルのスキル案外少なくて、しかもこのダミズのオノモットのエギルなんかほぼ当たんないようにしてあって、最近のあの収録なんていうの提供割合的に、まあ当たることは当たるかもしれないですけどね、さっきのモッドオーダーとかで、まあ、これもねすごくそのスカルリーパーとか使えたりして結構いいんですけど、まあその100層の周回なんか行きにくいっていうか行かないなっていう人はスカルリーパーもあると思うんで、そういう人はこれ使うんじゃないかなって思うんですよ。あのスカルリーパーってコアメタル超をドロップさせるために行くんですけど、まあ、100層でもねドロップすることがあるんで、100層行ける人は100層ばっかりやるっていう人もね全然いると思うんですけど、まあやっぱスカルリーパーの方が速攻で倒す、速攻でっていうかまあすぐ倒せたりするんで強い人が集まるとね。だからこのエギル3枚以上っていうのは想像以上にその持ってない人からすると満たすのが難しいかもしれない。そのオノモットはそのリーファとかリスベットとか結構多くて案外ね、で覚醒のエギルとか、まあ、覚醒のアビリティのエギルとかあったらすごくいいんですけど、覚醒のオノエギルとかね、承認エギル、まあ、こういうやつですね。これその覚醒でクールタイム減少があるんですごくいいスキルだって言われてて、しかもね攻撃強化バフまでついてるんで、でまあこういうねパワーライズの覚醒のエギルとかもあると結構満たしやすいかなと思うんですけど、まあめっちゃ課金しててスキル持ってる人だったら満たしやすいのかなって感じはしますね。あとこれ槍の勇気ブレイクゲージ53って何気高くないですかね、高いかな、うん、あとこの技名ハチェットってやつ結構ねあのブレイクのゲージこれ高めっていうのがそのブレイク削れる量ですね言われてるんで、なんか結構ブレイク削れるのにいいスキルが多そうですね。これも46って結構高いし、あとはこの縁起物絵巻リーファってやつ、これね防御強化と攻守一体っていうのがあるんですけど、まあ、この防御力に応じて追加ダメージ何とかに応じて何々が上がるみたいな、こういう書き方すると大体めちゃくちゃ強いみたいな、なんていうのそういう傾向があるっていうだけなんですけど、このスキルね堅牢堅固ヒースクリフっていうスキルに似てて、これも攻守一体っていうスイッチ使用時に防御力に応じて追加ダメージ上昇するバフが付与される効果があって、まあ、決定的な違いは、まあ、さっきのリーファの方は覚醒効果が強撃っていうスイッチダメージが 15% 最大上がる、覚醒レベル5で 15% なんですけど上がるやつなんですけど、こっちは火ダメ 15% 軽減なんですよね覚醒中。まあ、あとはハイバトルヒーリングっていう効果があってこっちは、まあ、だからタンクにすごく使える防御強化もあるし、
このね、攻守一体っていうね、スイッチ使用時の効果は、まあ、同じなんですけど、まあ、始めたての人とかすごくいいし、まあ、早ぶさ切りするときにすごくいい効果なんですよね。めちゃくちゃ防御力高い上級者とか、これ強いらしいんですよ。俺すごい中途半端なステータスなんであんまり強くならないんですけど、まあ、あとはかなり違うなっていう点が、これ防御強化4って書いてあるんですよ。でこれ最大強化で、まあ、貫突時の効果なんですけど 15% 上昇って書いてあって、こっち剣路剣法ヒースクリーフは防御強化3なんですよ。さっきの4だったんですけど、リーファーの方はこっち3で防御力 3.6% しか上がんないんで、まあ、ただタンクだと回復の方が重視されるんで、こっちの方が使いやすいと。でそのハヤブサ斬りで使えるみたいなことを言ったんですけど、これ覚醒効果が強撃でスイッチ使用時のダメージなんですよ。でこれスイッチ使用時1回きりなんですよね、効果が。まあその1回でもね、ダメージ少しでも上がれば嬉しいっていうのは確かにあるかもしれないんですけど、まあハヤブサ斬りってほとんどスイッチ打たないんで、ほぼ通常攻撃連打するテクニックなんで、これはあんまりハヤブサ斬りには効いてこない効果なのかなって個人的に思います。まあただ防御力が高いんで、まあ、直剣モッドにすごくいいのかなって思いますね。まあ、某 YouTuber さんも言ってたっけ、なんか、試し切り視線キリドですね。これが、リーファ1枚以上装備時っていう効果あるんで、もしこれ持ってる人がいたら、まあ、防御力もこれで上がるんで、まあ、相性がいいかなと。直剣モッドって防御力が高いほど強くなる、その片手直剣のモッドスキルの、この常設イベントで誰でも手に入るこの強いモッド素材ですね。これつけると、結構手軽に高いダメージ出せるんですけど、まあ、これみんな手に入るんで、まあ、直剣モッドが強いんですけど、まあ、これね、防御力 ×2 上昇って書いてあるんで、攻撃力が防御力高いほど強いんで、防御強化っていうアビリティ効果がいいんですよね。でまあこのオーダーね、ステップ5まであるんですけど、パワーライズとかはないんで、始めたてでパワーライズ持ってない人はこっちの迎春オーダーの方がいいんですけど、まあ、持ってる人はこっちのオーダーの方がいいかもしれない。いやでも始めたての人カオス195やらないしな。このおのおのモッド素材もどうなんだろう。いや始めたての人にはちょっとおすすめしないかな。いやでもどうなんだろう、195見据えてるんだったら。でもかなり遠い話だしな。で恒例のどのオーダー引くか優先度ランキングみたいなちょっと言おうと思うんですけど、やっぱり何回も言ってるようですけど、この迎春オーダーがその始めたてでパワーライズ3持ってない人にはおすすめで、でこれですね、これやっぱそのまあちょっと前に リセマラの動画でもやったんですけど、まあ、期間限定のオーダーリセマラでっていうのが引けるっていうのができるんで、そのなんて言うんだろうね、ストーリーちょっと進めるとジェムがどんどん溜まってくんですけど、ちょっとっていうか進めると溜まってくんですけど、今ねそのストーリー完全スキップ機能っていうのがあるんで、ストーリー見ずにどんどん進んでって、でリセマラっていうか、これ1回その何ステップ5まで11,250ジェムかかるんですけど、そこまで貯めてステップ5まで引いて、でこのシリカ出なかったらリセットしてみたいな、まあ、そういう方法ができるっていうのを話したんですけど、今ねそのよりやりやすいと、完全スキップで。だからそういう点でもやっぱ優先度 1位これですね。で始めたての人2番目はモッドステップアップオーダーですね。このシリカさえ当たったら、まあ、このオーダー引かずにその例えばその覚醒パワーライズ3とか持ってる人だったらこっち優先度高いですね。まあ、こっち一応2位にするんですけど、その覚醒パワーライズ3持ってる人はこっち引いた方がいいとは思います。ただこの中でどれを引いた方がいいかって話なんで、そのジェムを温存したい、なるべくそのできる限り確実に狙いたいっていう人はそのステップ5式が一番理想なんですよ。狙いやすいというか、こういうやつだからステップ5式でその自分の欲しい武器種のモッドが出た時に、まあ、狙うっていうのがいいんですけど、例えばこの迎春オーダーでもあるんですよ、この片手コンのダミズのモッドが。まあ、だからこれで狙うっていうのもいいしね、ダミスの片手子欲しいんだったらですけど、だから自分の欲しい属性で自分の欲しい武器種のモッドがステップ5のこういう方式のオーダーのピックアップに来た時にね、新星4確定なんでステップ5でそれで引くっていうのが理想なんで、まあ、敬遠したい人は敬遠してもいいし、まあ、これステップ3までいけばねモッドスキルは確定で出ちゃうんで、
例えばそのこのステップ5で確かに狙いやすいことは狙いやすいんですけど、この例えばこの特定のモッドじゃないやつが来ることもあるんで、まあ、言ってみればこの看板スキル4つのうちモッドは1枚だけなんですよ、このリズベットだけなんで、まあ、確率としてはステップ5の確定枠の中だと 25% なんですけど、まあ、これはもう星4引いたら全部モッドなんで、とにかく何でもいいからモッド欲しいみたいな、そういう人はこれがいいんじゃないでしょうか。まあ、これね、前ねステップ5まであったんですけど、これステップ3まででいきなりモッドスキル確定なんで、前はステップ5までいかないとモッドスキル確定にならなかったんですけど、まあ、6250ジェムで手軽にモッドが手に入るんで、まあ、これ引いても全然ありだと思います。ただ本当にハズレみたいなのはあるけど、まあでもどのオーダー引いてもハズレることはあるんで、爆死とかで。次に優先っていうか、あのおすすめかな、始めたての人にはちょっとおすすめしにくいんですが、まあ優先度ランキングではこっちですかね。ただまあステップ5まで引ければですけど、まあこれがね、あのすごく狙いやすいっていうので、ただ闇属性ダメージ上昇のバフ効果ないとちょっと強くならない、いやでも十分強いとは思うんですけど、やっぱねカオス討滅戦の本当に高難易度だと過酷なんで、過酷ってあんまり言いたくないな、楽しくないって思っちゃう人が増えそうであんまり言いたくないんですけど。で最後陰陽オーダーなんですけど、本当はこの看板スキル的に一番おすすめしたいんですよね。麻痺耐性とかあるんで、まあ、これカオスブラッケンに使えるっていうのが、あの麻痺になる攻撃いっぱいしてくるらしいんですよね。でまあ闇属性ダメージが上昇する効果もあって、でしかもアドバンストルッパーがあって、で麻痺耐性ってやっぱタンクでも敵が麻痺にしてきてアイテム使用不可状態にしてくるときはなんかすごい使えるっていうのがあるんで、あとこの勝負師のバフですね、そのスタックバフ、自分の HP が少ないほど攻撃力が上昇するスタックバフが強いっていうので、まあ俺実際使ったことないからどれくらい強いのか分かんないんですけど、その検証した人しか分かんないと思うんですけど、検証した人だけっていうか、まあそれで教えてもらった人も知ってると思うんですが、まあ一部の人しか今知らないのかな、あんまり情報出てないというか分かんないんですけど、まあこれ強いらしいんですよね、分かんないんですけど。あとこれもねすごくいい、クリダメ上昇のバフ効果でなんかデメリット生じるみたいなのはあんまり、いやまあ全部見てないんで分かんないんですけど、多分ないと思うんですよね。まああったらすいません。だからとにかくこれあの十分強いスキルなんで、その覚醒パーライズ3とか覚醒パーライズ4に並ぶほどこれが強いんですよ。そのパーライズ3、パーライズ4、あとこれこういう凸800とか全部つけると強いみたいな感じらしいんで、俺まあ全部持ってないんで全部を持ってるわけではないんで分かんないんですけど、あとはこれ凸闇でコネクトでそのクールタイム減少っていう効果があるんですごくいいし、凸闇なんでカオス195のカオスブラッケンに使えたりとかするんで、ブレイクがね33くらいはあるんで、まあ大体それくらいですね。迎春オーダー1位で、2位がモッドステップアップオーダー、3位がこの招福オーダーの、4位が陰陽オーダーっていうところですね。まあ大体俺の言いたいことはそれくらいなんですけど、まあもし何か間違ってることがあったりとか、何かもっとこういうスキルあるよとか、なんていうの、そのキャラ指定満たすのにこういうスキルあるよとか、こういう場合にもっといいスキルあるよみたいな、まあ、そういうのがあったら教えてもらえるとありがたいです。コメント欄とかで教えてもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。